ガソリン店の様子をちょっと見てください。ここが入り口ですね。入り口で中に入っていきますと、まず入り口に増田さんの作品ですね。それからこの右側に帰るで、こういう感じで、ずっと今日会場が出頭されてます。順にちょっと生徒さんの作品を見ていきましょうね。これはもう初めてまだ半年の生徒さんで、兜とカロロバの花入れかな、この2つしかとりあえず作品はないですけど、参加してもらっています。それからこれは松尾さんの明かりですね。素晴らしいです。一応今回は明かりを5点出してて、その中で今回の一番人気がこの正解派の明かりです。非常に綺麗ですね。で、松田さんはこのバックに当たる光がどう当たって輝くかと、これにこだわって作っています。ですからこちらがもう一つの、ね、これは表面は上絵付けをしていますね。素晴らしいですね。だから全体で、あとこっちに私と女房の作品が、ね、でこちらにあと生徒さんの作品が、お地蔵さんですね。以上、こういうふうな感じで毎年生徒さんの作品展をここで行っております。